こんにちは、皆さん、おはようございます。ウクライナ人のリアです。エビ大好きです。今日は僕の夏休みに13日もやっていきたいと思います。はい。もう早いね。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。2週間目のごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、まだじゃないけど、ほぼ夏の半分なのかな。はい、今日は僕ちゃん上から行きましょう。今日はあの静江さんともっと仲良くなりたいから、静江さんの静江さんの家家じゃなくて部屋にまず行きます。私のバーカ書いたところは消されたのかな。もう一回書かなくちゃ。てか他にところがあるのかな。ちょっとこれ入れるのかな。お邪魔します。いる？なんかお茶が、あ、いるね。何が入ってるのかな。濡れた手拭いがある。何それ、お風呂に入ったのかな。手拭いなんだそりゃ。大きなカバンと小さいカバンが仲良く並んでる。お茶とか。どこにいるのかな、静江さん。わかんないね。テレビ見てるのかな。上なんじゃない。わっ、どうしたの。今日はちょっと賑やかだけど、みんな集まってもこの人数じゃ野球もできないよ。兄ちゃん、野球は味方だけじゃなくて相手のチームの人数もいるんだよ。野球好きなの。おーい、みんな撮るよ。あれ、サイモンだ。え、写真。あ、来てよかった。光も映る。え、光も。え、いつの間に来たの。はい、チーズ。かわいい。あ、ここにいるじゃん、静江さんとおばさん。光ちゃんもいる。あ、ママに会いに来たのかな。のかなよね。のかな。おや、僕くん登場。これでこの町の小学生が勢ぞろいね。え、こんな4人しかいないの、この町の小学生って。うちの光と一つ違いなんだって。時々一緒に遊んであげてね。うん、はい、たくさん遊んでるよ。ね、お母さん、私学校の先生に褒められたんだよ。なんで褒められたの。給食の牛乳全部飲めるようになったんだ。それはすごいね。やったね、光。すごいね、光。でも飲めなくても悪い子じゃないのよ。うん、先生もそう言ってくれたけど、光、いつの間にか飲めるようになったんだ。無理しなくていいから。偉い子。勢ぞろいって言ってもたった4人だけど、でもまあ、なんて賑やかなんでしょう。この家は実際どのぐらいでかいのかな。この一つの家しかないけど。うちのお母さん背が高いしかっこいいでしょう。うん、そうだね、光。お母さんのあっちの家族と一緒に住んでみたいな。え、あっちの家族。じゃあ他の家族にいるの。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。はい。じゃあ今日は3ね。1、2、3。はい、いいのかな、子供たち。じゃあこの中から好きな数字を選んで。はい、2番。昼間の2階。どう、参考になったかな。ひかりちゃんの今また夜に来てねって。で、よ兄ちゃんの家。え、また行く。ヨニちゃんに行こっか。
これからね。で最後には夜の民宿2回。まあ今日はほとんど、今日はほとんど民宿かな。てかあのよしこちゃんはどうなった？家にいるのかな？サイモンの写真楽しみだな。僕はさ、あのカメラを分解して中を見てみたいよ。ヨウくんと同じじゃん。ロケットを作ったりとか、実際この二人がロケットの部品見つけたら渡すのかな、ヨウくんに。それとも自分でなんかいじったりとかしたりするのかな。あ、暑そうだね。ねえ、お姉ちゃん一人でここに来てて寂しくないの？そりゃ寂しいけど、今はちょっとしょうがないのよね。僕にできることがあったら何でも言ってね。うん、わかったよ。そうだ、今晩一緒のお布団で寝ようか。それはちょっと。なんで？だって親しき中にも礼儀ありって言うじゃない。ごっそり。いや、私来るよ。お姉ちゃん、本当にがっかりしてるんだ。うん、だって寂しいんだもん。サイモンとか呼んだら？で、サイモンとも話しましょうか。サイモンはさっきどっかでいたけど、どっかにいたけど、部屋なんじゃない？あ、いない、いないね、どこ行ったの？あ、こっちは見てないけど、まだ。こう、サイモンずっと座ってるとこに座ってみたかったのよ。俺もそんなかっこいい男の人になりたいから。座れないみたい。いくら押しても座れない。じゃあまだそんなかっこいい男になれなくていいか。こっちも誰もいない。だよね。洗濯物もない。あれ、今日はドロンコじゃないの？それより、サイモンはどこ行ったの？じゃあ今日は今日は早めにちょっと虫を見て、その奥沢の虫もちょっと取ってきて。あ、綺麗なトンボがいる。はい、おじちゃんに肩叩きしてあげて。うわ、綺麗。物差しトンボ、物差しトンボ。あー、なんか見たことある、聞いたことあるやつ。めちゃくちゃ細いやつね。わ、こんにちは。どうしたん？ねえ、ここに泊まりに来てるしずえちゃんってどういう人？まあ、とにかくすげえやつって感じだな。なんですげえなの？多分この町みてえなところは俺にとっては良くても彼女にとって狭すぎるんだろうよ。へえ、どこに住んでるのかな？横浜とか？多分この町みてえなところは俺にとっては良くても彼女にとって狭すぎるんだろうよ。都会の女なのかな？はい、あ、なるほど、もうポケットの中のスペースが切れた。さて、あれ？やった！ノコギリさん。もうノコギリさんは取らないようにする。このトンボは、まあ強そうだけど、一応コレクションの中に入れましょう。あの、高そう。あれやみたいで。うわ、頭の中に針を刺したの。僕くん。はい。わ、綺麗。あの、鬼山なのかな。こんなにでかいのは鬼山に決まってるんですね。今日は久しぶりに。わあ、綺麗。シータテハ。シータテハ。綺麗、なんかライオンみたい。わあ、すごいでかいのがいる。これでかいね。わあ、動きはすごく綺麗。なんかスムーズですね。この縦葉をニューだから、あの、干物
にしちゃおうか。で次はなんかセミとかバッタとか全然見つかんないけどいいのかな。あれ？わやった。これ何？これあれ？平田クワガタか。とりあえずポケットだけど、なんかあったよね平田クワガタ。どのぐらいでかいのはあるのかな。さ、あ、世界のサメって平田クワ、あ、違う。こっちが平田。60。グレートサムライね。ママカブトムシ。この金鬼クワガタはね、高かったっけ覚えてないけど、ちょっと干物にしちゃおうかって思っちゃうんですけど、どうかな。全然あの使わないから。砂糖水塗ろうっと。3回使って3回負けたし、使うところは間違ってるのかな。あ、そうね、ポケットに平田クワガタが入ってる。あ、これめちゃくちゃ高い蝶々がいる。どうしよう、平田クワガタか蝶々。うん、もう一回見てみよう。これってどんな価値したんだっけ、覚えてないな。金鬼クワガタ、しかもでっかいし、この寝言クワガタを干物にしちゃおうか。そうね、そしよう、交換できるし、あの別に大したことじゃないしかな。でこっち平田クワガタ、でかシャイニー、なんのこれ、めちゃくちゃ光ってる。もう60センチ、いらないかも。これっていらないかも、四角い体と。わっ、薬めちゃくちゃお眠りさせて、薬いっぱい入れるね。でこれからあの綺麗な蝶々出れる。そんなの点なんとか引きの価値がするやつ。はい、よし、これで終わりかな。でポケットのスペースはまだ空いてる。あ、これ、もう一個欲しい。これね、これ分かってきたよ。どっからの橋なのこれ。これって木材じゃなくて、ただの、あれ？これじゃないの？あ、セミ捕まえた。これって柱だね。そうだね、こっちにずっと立ってた柱なの。ここね。だからかな、その黄色いやつも黄色いラベル付きなのかよ。じゃあちょっとだけ、あ、今何時？まだ12時前だから、一回叩いて、あの叩き回じゃなくて、あの大吉が出るまでね。中吉よくに挨拶しに行こうね。あ、ずっと中吉さん、こら、うわ、やった、ありがとう。で、よくんまで行きたいので、多分こっちの方が早いよね。ここの泳げるようになったから、あ、違う、そうじゃなくてよくまで泳ぎましょう。コメントで、あの泳ぐと時間が経ってないから教えていただきましたので、そうしていきたいと思います。一日が長くなっちゃうからね、いろいろなできることが増えていくので。ちょっと
そこも調べながら行きたいです。結構この5つあるから5個もあるので、海の底でも長くいられるね。うわ、めっちゃでかい、めっちゃでかい石台がいる。欲しい欲しい欲しい石台、石台が欲しい。うわー、石台、空気も欲しい。うわ、石台が逃げちゃったかも。まあいっか、後で釣れてやるから。今はよく、しかもご飯だと多分ちゃんと釣らないと料理にできないのかな。今はちょっと12時前だから、ヨウくんは家にいるのかな。いるね。あ、ロケット作ってるの？え、そのパーツで合ってる？持ってる？こんにちは。こんにちは。おや、お客さんか。こんにちは。これ夏休みのうちにもう一台打ち上げテストをする予定なんだ。これで成功したらなんとか本番の三段ロケットにも目処がつくんだけどね。へえ、すごいね。ねえ、これって全部一人で組み立てたの？たけしに手伝ってもらったところもあるけど。へえ、すごい。まあほとんど一人かな。ねえ、よお兄ちゃんはいつも一人で寂しくないの？もう慣れちゃったからね。昔、安子お姉ちゃんと仲が良かったんでしょ？え？でもそれって10年ぐらい前の話だよ。え？確かにあっちが小学校に上がるまでは毎日二人で遊んでたけどね。今は？もう全然だよ。だってあっちが小学校に入ってから一度も口聞いたことがないんだもん。え？そうなんだ。当時は寂しかったから何度か家に行ったりしたんだけど、勇気がなくて入っていけなかったんだ。今もそうなの？そんなことないよ。じゃあ一緒に安子お姉ちゃん家に遊びに行こうよ。え、それはちょっと勇気がないんだ。そう、腹立つな。よし、行くぞ、行ってやる。じゃあ晩ご飯の後で公園の入り口ね。逃げんなよ。あれ？よし。そこまで勇気がいることなの？まあとにかく僕は行くと決めたら行くんだ。あ、よし。じゃあ今日晩ご飯の後、ヨウくんと一緒に安子姉ちゃんの家に行く。行く。ピカピカ輝く金色、銀色のやつ。よっしゃ。もしかするとみんなまた仲良くなっちゃうかも。よね。やったじゃん。ちゃんと頑張らないと。ちょっとだけ釣りしたいんです。ちょっとだけ、ほんのちょっと。でっかい石台がいる。いや、私石台待ってるね。お、あ、よし、次は絶対石台、絶対石台だから。おお、これってもしかして？いや違う。そんなにたくさん努力してたのに4センチが足りなかったのよ。もう帰ろ帰ろ。50センチがないって意味ないじゃん。まあでも最後まで頑張ってよかったと思っています。こっちで、輝くちっちゃなやつがいる。これって帰れるのかな？あ、リストアしてたからよかった。でもこれって抜けられるのかな？僕くん、バグっちゃうんじゃないよ。うわぁ、焦っちゃった、やった。できちゃって、嬉しい。
かか家に戻りましょうか。あ、こっちにもある。こっちにもなんか怖そうなものある。これ怖そうなの？船聞こえるけど。わ、もう一個の石台がいる。捕まえてない。なんかひかりちゃんと話したら海の中何か探してきてみたいって言われたけど、あれなんだったのかな。これみたいなところとか。深い海に行けばいいのかな。深い海はどうやって行く。もうちょっと奥に行ったら行けるんじゃないかな。わっ、行けた。めっちゃ深い海に行けた。これって、はあ、ここなんじゃない。ここの船、ここの船のことなのかな。でも何ができるのかよくわかんない。まあ船は船です。で、触ったりとかできる？できないみたい。パンツしか触れない。うん？窓を見たりとかできないのかな。わ、素敵な音楽が流れてるけど、なんで流れてるかよくわかんないな。こっち？あ、ここはちょっと怖いです。まあ、まだそんなにいっぱい持ってないから、今度来よう。じゃあ今はバリに帰りましょう。アカネヤのところに。で、民宿飲み会だったよね。生きる生きる。民宿飲み会だった。今こっちに一番早い。朝顔忘れた。朝顔完璧に忘れた。朝顔やりに行こう。朝顔ってどこだっけ。こっちの方が近いな。こっちの方がとも全然見てない。あ、でもポケットがいっぱいから見る意味がない。本当に私ミスあげてたのに。ミスあげてたのに、みんなの朝顔分かれたの。いやだよ。なんで？私ちゃんと水あげてたのに。こんなに早くなの？私まだ咲いてるんだけど。ふん、俺の勝ちだ。気になる蝶々がいるね。でもこれポケットの中の蝶々が消されちゃうかも。あ、これいつもない。はい、わかりました。じゃあ民宿に迎えに行こうか。今日は久しぶりにお寿司もお寿司もやってない一日。おにぎり食べられた。2時だけなのにおにぎり食べられたの。うわぁ、いや結構お昼、ちょっと夕方みたいになってるんですけど、これは家の中だから。あ、今風呂入れる。まだここにサイモンの写真楽しみだな。僕はさ、あのカメラを分解して中を見てみたいよ。じゃあこっちの2階はどういう意味。でも飲めなくても悪い子じゃないのよ。うん、
先生もそう言ってくれたけど、ひかり、いつの間にか飲めるようになったんだ。え、あれって朝行ったから新しいことの芋を着てるのかな。今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。ありがとう、私も全部わかってる。じゃあまた。はい、バイバイ。じゃあ結構空いてる時間があって、空いてる時間というか暇です。夜のようちゃんのゆうみちゃんのデートがするのでですね。じゃあクワガタスーも大吉があるし、虫相撲とかやりましょうか。みんなもう家にずっと座ってるからこっち来て。あと奥沢の中の海じゃないけど、あそこのところにも、到着到着。さてと、今日は何のよ。奥沢の方もちょっと海に入って、海というか川、あそこでいろいろ探してみたい、調べてみたいです。だってこの蝶々はめちゃくちゃ高そうだから。あ、これすごい強いぞ、ガオ。ちょっと待ってね。とりあえず今日の元気そうなみんな育っていきたいと思います。まず俺が相手ね。いけいけいけ。おわ、お肉はね、ここはよし、いけ。かやられたりするんじゃねえよ。分かってる。捕らえろ。あー、悔しい。日当たって僕の番か。押すのは強いけど技はどうかな。こっちはちょっと負けちゃいそうだね。なので世界のサメを出してみよう。技使わないの？技使わないね。わあ、負けちゃうってば。あ、でも重すぎるでしょ私。あ、重くないのか。俺が重いんだけど。わあ、負けちゃうってば。ちょっと難しいよね。頑張れ。そっちはスタミナが。やった、いけるかも。使わないのかな。あの、できなかったとき、そのレスラー、ああ、やったー、いけるかも。まだできなかったときって、スタミナがそのまんまになっちゃう。ちょっとずるいかも。うわ、噛んだりとかするの。わあ、負けちゃったな。落ちちゃった。あ、強くなりたいよ。じゃ、次は俺の番ね。いや、待って、強いな。ミヤマ強い。ミヤマ行こうぜ。頑張れ。うん？あー、悔しい。次、僕の番か。10勝する前は弱いランキングでいいんじゃないか。頑張れ。でも時々弱いランキングでめっちゃ強いやつが出るから、キングぐらいの力かな。よし、ついにこの虫も受賞したぜ。名前をつけてあげなきゃ。かゆくんという名前はつけてあげなきゃんだけど、実際はできないよね。じゃあちょっとかゆくに似たような、何、ウルトラかゆくん、ウルトラ何？ゲリサツ？ウルトラマンとかないの？カユくんはウルトラオオカミになっちゃうよ。あ、俺持ってない。不思
次、僕の番か。わあ、ウルトラ狼として初めてだから頑張って。かゆくん頑張れ。お気に入りクワガタは価値はよくわかんないんですけど。出ないで。わ、あれ、え、勝っちゃった。わかったかも。噛むのがめっちゃ強い富士見山。なんかみんな勝手に名前つけてるけど、私勝手にできないのか。じゃあカブトムシもう一個もらっちゃおうか。あ、ありがとう。それと交換だね。はい。あれ、干物にしたいから誰かを。あ、てか今カブトムシ使えるかな、これね。頑張れ頑張れ頑張れ。うわぁ、やられちゃう。うわぁ、なんかすごいこと起きてる。その金鬼怖かったか。負けちゃった。わざ使わなかったら。じゃ次は俺の番ね。すごい簡単なやつ。のこぎりね。ちょっとやってみたいだけ。よし、行け。どうなるのか。すごいね、カブトムシってめちゃくちゃすごいよね。僕の番か。キングって秘密の秘密兵器のところにあるか。これでいいかな。うわぁ、めっちゃでかい平田さん。いける？頑張れ。いけないね、さすがに。わざ使って。わざわざわざ。あー、強くなりたいよ。キングがちゃった。次は俺の番ね。いけいけいけ。ビッグココア。よし、いけ。これ強い。キング1日1回しか戦えないのか。あ、あれキングだったの？強いだったのか。よし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 。いやー、めっちゃ技使ってるあのやつ。どんな問題？おや、技のレベルが上がったぜ。新しい技を身につけたんだ。あ、キングできないもん。1日1回しかできないのかな。ありがとうみんな、楽しかった。かゆくんごめん。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。ボクくん、またね。バイバイ。かゆくんもバイバイ。わ、夕方になった。結構やってたからね。はい、じゃあちょっと魚を釣ってみて。今何時？あ、もうそろそろご飯だね。ちょっと魚をやってみて。あれ、ギターなの？よしこ姉ちゃんか？このね、この音楽で YouTube がダメになってるの。あの、ちょっとやめなさいって言われてるのに。権利があるから。うわ、綺麗。おばさん、今日のご飯は何があるの？拾った100円を返す。晩ご飯ケース、返そっかね。私ずっと持ってたのよ。返さないと。ねえおばちゃん。ん？何の用かな。僕この海の家の下で100円拾ったんだけど。え？どれどれ。はい。あら、やだ、この床下に落ちてたんだ。やっぱり。でもたけしが犯人じゃなくてよかったな。ありがとう。ボクくん、お手柄だね。パフパフ。私の100円さよなら。でもいいことしたから大丈夫。ボクくん、今日の晩ご飯は何だと思う？スパゲッティ、ナポリタン、アラ汁、ビーフシチュー。じゃあ、
今日の晩ご飯楽しみにしててね。スパゲッチ、あら汁ってない。ちょっとググってみないとね。あのスープみたいなね、汁だから。トマトが冷蔵庫に入ってるからナポリタンじゃないのね。トマトソースとかトマト、あら汁は何が入ってるかよくわかんないけど、人参とかが見えない。ビーフシチューだとその真ん中にある肉はいらないじゃん。だから、あ、いる、だから出してないじゃん。なんで多分あのあら汁なんじゃないかな。ちょっともう一回見てみ。スパゲッチのトマトね。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？あら汁の。あんまりわかんないけど、やってみたい。ビーフシチューの方が晩ご飯らしくて、これだと思うけど。私食べたいのはビーフシチューだけど。シチューにしよう。あら汁。じゃあこれ今日の晩ご飯楽しみにしててね。一回でも当たりたいから、あのあれ行きたい。時間はまだあるから。ちょっとよしこ姉ちゃんと話してて、ねえお姉ちゃん、お姉ちゃんはなんで歌を歌わないの？え、だって歌詞がない曲を弾いてんだもん。そうかな。どういう意味よ。音痴なんでしょ。ひどい。もう金輪際小学生の前では歌ってあげないんだから。歌うまいの？もちろん。どのくらい？私の歌声に聞き惚れた太陽が水平線に沈むのを忘れて危うく月とぶつかりそうになったこともあったかな。そうなんだ。うん、そりゃもう大変だったんだから。でもはっきり言って子供に聞かせるような歌は持ってないよ。がっくし。ただし君がこの夏休みもうちょっと大人になれたら少しだけ歌ってあげてもいいかな。え、それってどうすればいいの？知らないよ。自分で勝手に成長しな、少年。大人になれたらね。僕早く大人になりたいな。うん、そして君には輝かしい未来が待っている。あれだね、行きたかったのは病院の診療所に行きたかったので、ちょっと一回行き方どうしようか。ここで一回ビーチに出てかもね。ビーチに出てこっちの方が早いか。でその公園で公園抜けていく形でやってみよう。あ、もうちょっと残るよかったかな。これって岩ガニだね。やった、すごいやつだね。てかドラムもあるし、やったよし。あ、でもドラムは看護婦さんもまだお盆休みでいないよね。まあ、お兄さんに声かけてみようか。こんばんは。こんばんは。あ、いたいた。ねえ、うちのおじちゃん昔は大工さんだったのに、なんで辞めちゃったの？それはね。どうしたの？いや、人には向き不向きというものがあって。家族ができたからなんじゃない？なんでなのかな。それにしても、俺は船乗りになれて本当に良かったな。どうしたどうした？それにしても、俺は船乗りになれて本当に良かったな。なんか、暗い…へへこんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ、帰るぜ。君の話してたの。おじちゃんの話してたのよ。今日はね、母ちゃんとっても嬉しいんだ。どうしたの？どうした？たけし疑ったりしてごめんね。僕くんがここの真下で
100円玉拾ったんだって。母ちゃんに届けてくれたの。え、そうなんだ。へえ、よく猫ばばしなかったな。うん、まあね。でも、たけし、迷ってたの。おめえが盗んだんじゃなかったんだな。さすがうちの子供、悪いことだけはしねえや。ほんと、安心したわ。いや、実はさ、春に遠足のバス代が学校の計算違いで少し戻ってきたんだけど、俺それを猫ばばしちゃってるんだ。くしゃー、お前やっぱり悪いことしてたのか。まあまあ、こうやって白状したんだし。実はね、母ちゃんそれ知ってたんだ。え、なんで？あんた押し入れに隠したでしょう。じゃあ今あの茶封筒は？回収させていただきました。なんだよ、人が正直に白状したのに。かわいい。返せよ。やだね。じゃあいただきます。いただきます。今日はビーフシチューだね。あ、スパゲッティなのか。分かんない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お坊さん明日だっけ。うん、朝一番で来るって。お坊さん、うん、そうよ、お経をあげに来てもらうの。お墓に。いや、うちは仏壇、相良のうちはお墓に行ってあげてもらうけど。変なお坊さんなの、びっくりしないでね。何のお坊さん。まあ明日見てみよう。じゃあ今日はパパッとお風呂入ってデートに行くわ。私はひかりちゃんと、ようくんはやすこちゃんと。あ、これ風呂の道じゃない。まあ晩ご飯は外れちゃったって知ってるから、まあ後で話そう。誰が入ってるのか。また兄弟か。今日は話できそう。なんか前はじっとしてたけど、今は。うちのお風呂広くていいだろう。うん。以上。そういう話なの。はい、これからどうやって公園行ける。あるじゃん、こっちの下にあるにゃんこじゃなくて階段っていうか、はしご。こっちから行けるじゃん。うわ、落ちちゃった。気をつけて、僕くん。おばちゃん、今日は肩たたきダメなのかな。僕くん、明日お坊さんが来られるから遊びに行っちゃダメよ。明日のいつ頃来るの。朝の船だろうから、朝ごはんを食べ終わった頃に見えると思うよ。了解です。まあ行かせてくれない。今日の晩ごはんはお野菜たっぷり、栄養満点のあら汁に、あら汁だった。サバの竜田揚げと絹さやの卵とじでした。じゃあ僕くん大正解でした。やったー、今日はパフパフ2つもあったの、嬉しい。さてと、デートみんな今日いないの。はあ、ようくん、こんにちは。なんだ、逃げないでちゃんと来たんだ。なんで、もちろん。お兄ちゃんこそ用事もないのにちゃんと来てくれたんだね。そりゃそうだよ、約束したんだもん。それにしてもこれじゃ僕がやすこちゃん家に肝試しに行くみたいだね。肝試し？ここ昔は太い大黒柱があるような大きな家だったんだって。今はコンクリの家だけど、公園から見えるみかんの木だけは昔のまんまらしいよ。みかんの木か。やすこちゃんの近くの。こんばんは。こんばんは、ぼくくん。あれ、今日はどうしたの。今日はね、友達連れてきたよ。嘘。嘘じゃないもん。なんで、ぼくくんとは。ちょっとした知り合い。そうなの。今日はどうしたの。いや、ぼくくんがどうしても連れていくって言うから、僕
やっぱり帰るよ。え、せっかく来たのに。そうだよ。いや帰る、ごめんなさい。やだ。あ、ちょっと待って。あのねそっちじゃないの。実は私、ヨウ君にお話ししたいことがあるの。もう何年も前からなんだけど。それって何？あのね、どうしたの？今度昼間家に行くよ。あ、すごい久しぶりだけど、その時話してあげる。おじさん元気かな？どうだろう、最近山から降りてこないんだ。もう50過ぎだっていうのに。そうなんだ。大人になってから初めてやすこちゃんと口を聞いたよ。あら、大人ったってまだ高校生と中学生のくせに。そうだね。じゃあ先に帰るよ。あのね、何？ちょっと楽しかった。私も。じゃあね、おやすみ。うん、おやすみなさい。こっちが本番のドラマだね。あれ、僕たち確か小さい頃にさよならの時に使う決まり文句があったと思うんだけど。え？もうわかんないよ。そうだね。じゃあおやすみ。うん、じゃあね。ふふふ、してたね。おい、君はただのいたずらっ子？それとも人心をかき乱す悪魔みたいな危ないやつ？もうちょっと責任感じてよね。これは私にとって結構深刻に大事なことだったんだから。よかったね、やすこちゃん。消えた。いや、私別に何も言ってないの。だって会いたがってるもんな。ねえ、いきなりヨウ君が登場して私がどれくらい驚いたか想像つく？つかない。まあいっか。あ、でも今度ヨウ君家に行かなきゃならないのか。いや、自分から言ったの。自分から行くと言ったの。はい、じゃあこれからひかりちゃんいろいろなデートに行ったりするね。ひかりちゃんというかおじいさんね。わし死んだらちゃんと家内に会えるかの。なんで？ばあちゃんはものすごい方向音痴だったんじゃ。しかもすごいドキンカンじゃ。そこら中の電柱にぶつかって歩いておった。それはものすごく心配だね。そうだね。ひかりちゃん聞いて聞いて、君の姉さんはね、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。気にならないのか。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。うん、バイバイ。せっかく来たから聞いてみようか。ねえ、明日はど、はい、1と5。ヨガタの診療所、また浴衣のお姉さんがいるのかな。そして海の中は何だろう、宝石でもあるのかな。どこかわかんないのね。お墓、認識2階の洗濯干し。あ、確かに静江さんがいるよね。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。はい、今日も行かなくちゃね。
洗濯干しのところ。これってどこ出ればいいのか。これ、ね、あ、こんにちは。ねえ、世の中って不思議なことがいっぱいあると思うんだ。え？例えば？書き取りで同じ漢字を何十回も書いてるとさ、だんだん文字に見えなくなってこない？うん、そうだね。私も同じ。それって普通なのかな？誰にもあるのかな？シエルも、シエルじゃなくてたけしね。たけしとの話。うわー、私のバカは消されたの。はい、よっしゃ。わ、何見てる？何読んでる？何を読んでるの？え、ちょっと怖い漫画だけど、うん、学校の教室ごと地球全体が崩壊した未来へ飛ばされちゃう話なんだ。すごいね。未来って本当にこんなに怖い世界なのかな。どうかな。今だとあんまり怖くない。まあところによるけど、漫画に書かれてるようなもの怖くないと思います。漫画にもよるけど。わ、みんな3人。私の椅子取られたね。座るところない。でも、しずえさん、サイモンは日本の情勢が世界一美しいと思ってます。これ、紙に誓ってもいいです。じゃあ、例えばあなたの祖国の女性たちと比べてどっちが好き？求婚するならやっぱり自分の祖国の女性の方がいいでしょ。え？その質問困ったな。なんで？ちょっと訳ありでね。サイモンたら変な日本語ばっかり知ってるんだから。あなた本当は日本人なんでしょ。なんでなの。サイモンたら、ね、もうしずえさんと仲良しになっちゃったんだよ。すごいね、一日だけで。ねえ君、この変なカメラマンに妙なこと教わっちゃダメよ。なんで？面白すぎるから。じゃあダメなの？面白いことはダメなのかな。あ、サイモンまで行けない？サイモンまで行きたい。サイモンにいじめられてます。助けてください。かわいい。写真はある？サイムにいじめられてます。助けてください。かわいい。みんないいの。私、僕も早くこういう大人になりたいな。あ、でも出れないわ。じゃあ日記書いて寝よっか。もうそろそろだしね。お休みしましょう。てか何時になったら勝手に眠っちゃうのかな。そういうのはあるのかな。部屋の中はどうかな。まだかな。まだ。今日は何でしょう。今日はヨウくんとヨスコちゃんのこと。そうだね。ヨウ兄ちゃん勇気を出してこんばんは、ヨスコ姉ちゃんびっくり仰天驚いた。かわいい。でも2人で来たのは僕くんとヨウくんだから、ヨスコ姉ちゃんなんで手を振って、あの手を触ってるのかな。まあおやすみ。今日はここまで。
までです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、トライボタンお願いします。バイバイ、また明日。